ご視聴ありがとうございます。広島カープの公式試合を見たい人たちが5万人が集まったとのこと。球団側も4万人を予想していたが、それ以上の人たちが来られたために混乱したようだ。入場券の購入に不正があるために整理券を発行したとのこと。ここ数年広島カープの優勝や上位に止まっている強さがあるために広島市民からの支持なるものと考えられる。球場への観覧者も何万といるわけで、試合終了の帰りの鉄道はきっと大変な混み具合を想像できる。広島カープは27日、昨日公式戦のチケット購入に必要な抽選券の当選者を発表した。図、8球団の公式ホームページ上で当選番号がアップされ、11時20分にマツダスタジアムの正面玄関にボードが貼り出された。正午までに約100人のファンが球場周辺を訪れ、紙くずになっても歌、宝くじみたいなもん、など引きこもごもの声が上がった。球団は25日に抽選券の配布を行ったが、5万人超のファンが殺到し、約4万人を配布したところで打ち切る暴動寸前の騒ぎとなった。この日の当選者は計2100人で、競争率は20倍前後だったとみられる。広島市内に住む70代の男性は見事に当選。おとといは午前4時半ごろから並びました。自分の番号があった瞬間はドキッとしました。あれだけの倍率ですから良かったです。と顔をほころばせた。一方で外れくじを手にした広島府中市内在住の70代の女性は、インターネットが使えないからここまで見に来ました。残念だけど、オープン戦のチケットが買えたから、それを楽しみに見に来ます。と気持ちを切り替えていた。